いちよ。ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、別格工場やっていくんですけどね、今日は新型ということでね、バルキリー型やっていきたいと思います。で、いつものね、マジャジャ別格工場の、いつものね、なんだっけ、こう、ゴーストがダックプリですね、この枠は。なんですけど、今ね、非常にね、ウォールブレイカーが爆増してます。ウォールブレイカーが爆増してる中で、ネクロもね、めちゃくちゃ増えてるんですよ。そうだから、ネクロにもね、でもやっぱそのゴーストとか、ダックプリだと、ちょっとね、範囲攻撃の範囲が狭いっていうのと、なんですよ、ヒットポイントが低い。ので、ネクロ、裏のね、まあ、ジャイの後ろのネクロとかにね、殴りかけないんですね。そうだからやっぱね、今の住所バルキリーじゃないとね。っていうことで、今めっちゃバルキリーが増えてるんですけど。そう。なんで、逆にね、バルキリーにした時のね、デメリットっていうのもね、あって、一つはね、そのゴレとかラバーとかですね、に対して、ゴーストとかは基本的にはね、逆サイ単体で投げて、相手に1枚ユニットを咲かせるっていう、その、いいね、ところがあって、なので、ラバとかね、後ろから出された時に、逆サイポーンって投げるとね、例えばですけど、縦線とか、まあ、そこら辺を、ね、引き出して3コス使わせて、まあ、防衛で有利に立ち回るっていうね、まあ、基本的な動きができるんですけど、まあ、それができないですね。うん。っていうのがあって、ガゴとかメガゴで一方的に殴られてカウンターされちゃうんでね、端前にバルキリー単体ポーンって出すと。っていうことでね、マルチやるか。よし、マルチやっていきたいと思います。グラチャリゼロだったんで、ちょっと。はい、ということでね、やっていくんですけど、まあちゃんと、来期調べによる、今の環境だとね、ウォールブレイカーや、まああとね、枯渇ですね。うん、枯渇。ウォールブレイカーや枯渇や、なんだったっけ、あと、あれだ、ネクロとかね。まあダクネとかでもね。まあダクネとかもね、ちゃんとバルキリーで抑えられるので、そこら辺はね、ちょっと、でこれザラテクだかね、ちょっとね、きちんだわ、端前工場ラバーいきます。イェイ。で、これを、マジャズとかエレキで縛る。はい。クロスですね。まあ、でも俺はね、何百戦と、何千戦とね、クロスと戦ってきたんで、まあ、やっぱり、まあ、プロとして、やっぱプロとしてね、まあ、クロスは縛らなきゃいけないという、まあ、任務があるのでね。とりあえずは、どうしようか。バルキリーでいいかな。うん。こっちにね、エリポンはちゃうくね。エリポンは違うんだよな。あんま。ってことは、ファイブないので、これで、形をね、弱めな形を作って。よいしょ。なー出た。なんかめっちゃ入ってるし。いや、でもさ、これさ、あれなんですよね。残念ながら。終わったマジで。これもう殴られてから、こいつだけ受けます。で、多分ね、スケの代わりの、ババなんで、そうですね、HP しかないので、このペッカ抑えられないんですね。で、この辺で変にね、突っ込まない。ここはステイするんですよ、一回。で、そうすると、次の相手がね、ここでエレキとか追加しちゃうと逆にね、それをね、適当にアイゴレとかで受けられて、2ヤードぐらい取られちゃうので、ここは一回ステイして、そう、相手もね、これでやることないんで困るんですね。で、はい。で、バルキリーとかを出していき、って感じですね。で、これはまあ、ぶち抜いちゃいます。はい。で、まあ、これはね、よいしょ。まあ、ワンチャンババが来るかなぐらいで、ザップとかを構えていき、オッケー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 。オッケー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 って感じで、とりあえずね、ペッカ。あー、違う、でもなんで俺ペッカ出したんだろう、今。そう、そうだ、ババタイプだ。ババタイプだからな。これポイズンでいいですね。単純にポイズンでいい。で、次のですね。これはタゲを取らせてからマジアチャですね。これでマジアチャでぶん殴ってあげると、オッケーオッケーオッケー。で、これでね。あ、タゲ変わっちゃった。はい。で、そう、マジアチャがね、こうやってファイブがない、エリポンクロスっていうのは基本ファイブがないので、ファイブがない的にはね、めちゃくちゃ有効なんですよね。で、ここ何かしらで多分マジアチャ殺しに来るって分かってたんで、だからクロスが置けてないということで、まあさすがにババ型なんでね、スケ型だったら結構高回転で回っちゃうんですけど、ババ型だったらまあこれは防衛クロスと捉えましょう。で、そうですね、まあバルキリーもあるので、よいし
はい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 。でまあリクユニットをねバンバカバンバカ出していって、次にねポイズンが見えるので、まあ、これでグッドゲームという感じでね、まあ皆さんお待ちかねのこれーという感じで GG でございます。ありがとうございます。まあ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 、エリポンクロスはね、まあちょっとババ型だと、ババ型とスケ型はね、めちゃくちゃ立ち回りが変わるんですけど、まあまあまあ、そんな感じですね。ファイブがない時には、ああやって、超遠目からね、魔女子でぶち抜いてあげて、ペッカが死ぬタイミングで何か、バルキリーとか工場とかでもう一回タギを取ってあげるって感じでね、魔女子を延命しつつっていう動きが大事になってますね。はい。まあ、バルキリー結構体力高くてね、今、あちあちめなユニットになってます。あとね、枯渇に対してめちゃくちゃ強いんですね。そうね、プリンスとかも受けれるし、そのバレルをね、後ろにバレル飛んできた時にこの位置にね、パーンって出すと完封できるんですね。そうなんで、結構いい感じになってます。はいはいはい。ちょっと釣っていく。ちょっとビンモイですね。同じことしちゃう。ちょっとね、バルキリー足元に置いてもよかったな、これ。迷ったんですよね。なんか、自陣にちょっとね、ここら辺のユニット入れたいなと思っちゃったんですけど、ザップで消えるってことは、バルキリーのワインで消えるんで、正直言うのも歩いたし、足元でよかったですね。チームのプレミ。ライキ・ジョーンズのプレミ集ですね。プレミっていうのはプレイミスですね。OK。まあ、エリキ出して、まあ、ポイズンどうせ打たれるんでね。よいしょ。ってな感じで、とりあえずね、これ。よいしょ。はい。やばい。それはやばい。延命、延命。もうね、延命が全てなんだね、このゲーム。OK。OK、OK、OK。まあ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 。まあ、そんな感じでね。とりあえずこれで、相手の手札今は、U のかゴーストがあるんですよ、手札に。そうなんで、で、工場もあるんですね。なんで、ザップをね、バシンと打っていき、相手の動きを待ちます。で、工場、U のゴースト、どれかしらは多分投げてくると思うので、始まりとかでね。なので、一旦ステイ。一旦ステイですね。で、これ相手ペッカ持ってないので、2倍になったらもう、ペッカガンガン出しちゃっていいですね。でこれもし工場、はいはいはい。これ言うのとか言ってもバリキリだけで抑えられるのって D、D、D って感じで、これバリキリで抑えます。で、ワンチャンね、その、リクユニットってのはね、ガゴだけで抑えられやすいんですね。なんで、ちゃんとマジアチャをこういうタイミングで添えてあげてから、コジョババ。はい。ああ、なるほど。ちょっとやばいな、これ。ああ、はい。やめろやめろ、それだけはー、やばい。ああ、終わった、これ。ああ、それは良くない。でもこれで奇跡の延命からのですね、これ影が変わるので、頼むから生き残って、こっ、よし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 、まだ行きますよ、まだ参りますよ。どうしようかな。まあ、マジアチャですね。落ち着け俺、落ち着け俺。これワンチャン、ワンチャンね。いや、ペッカですよね。そうですよね。ペッカつけてくると思ったんで、よいしょ。で、これでね、エレキの電撃、電撃カーでね。よいしょ。もうエレキは絶対延命しないといけないんで、これトリトンとかで延命してあげて、はいはいはい。でも多分ね、ゴーストがね、これ来たら、でも3が5だけでね、守ってくると思うんですよ。はい。マジアチャ抜き。よいしょ。オッケー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 。オッケーオッケー。ちょっと有利、ちょっと有利、ちょっと有利。あー、延命したかったー。これワンチャンペッカ来る。オッケーオッケーオッケー。そんくらいなら、俺も逆に延命できる。で、これ、やっちゃうと、これペッカ来るんですけど、多分ね、エレキの初撃封じとこの引っ張りで OK OK OK。 よいしょ。これマジアチャを低めに出してあげてですね、このね、ここでペッカとか出しちゃうと結構やられちゃうんでね。
この辺ですね。なんかユニットが出てきたタイミングでペッカを出すと、でペッカが出てきたらもう延命対決なので、もうこうやってこういうので引っ張って遅延かけてゲインとしてあげて、三角はまだ出てないんだよね。このマジアチャ死んだタイミングぐらいで三角が来ると思ったけど来なかったね。よいしょよいしょ、これ倒す、うれ、オッケー、いけいけいけまあ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 、まあ、でこれ多分ここら辺で焦ってこっち側に、多分こっちにユニット1体来て揺さぶってからのがあると思うんで、一回バルキリーを切ってあげて、オッケー、もう勝った、さすがに勝ったもん、これは。オッケーオッケー、いやーうまかったね、ポケーという感じでね。いやー危ない危ない、危なかった。あのペッカスッファーンって入った時はね、死んだかと思ったけど、まあまあ結構ガゴ読みのマジアチあたりからね、結構ね相手にプレッシャーをかけれたかなっていう感じで、よかったんじゃないかなと思います。危ねーマジで。ラストラスト、まあ、俺がラストといえばラストなんでね、大体よろしくとか言ってね、生マルチとかだと大体めちゃくちゃめちゃくちゃね、めちゃくちゃなんですけど、大体3戦やりますとか言って6戦行ったりするんですけど、まあ最初はねちょっと落ち着き、でこういうのには遠距離ユニットにはね、やっぱマジアチャ合わせてあげるとね、よきよきのよきですね。でディガー来た時はねこうやって構えてあげて、まあまあまあスパッと、でこういうのね、枯渇かスケアミ系のデッキなんです。どっちかっすね、アウトローと吹き矢が入ってんの、でほぼ枯渇なんで、これマジアチャがね超鬱陶しいんですよ。だからこれさ、いやでもウッドがあるな、よいしょ、やばい、なんでー、やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って、ごめんなさいごめんなさい、え、何してんの俺、ちょっと待って、怖いんだけど、怖い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 、どうしようかなこれ、あー、もう一体ぐらいユニット出てきてもらうか、これで怖えよーマジで、うーわ最悪だ、ほんとにほんとに最悪、やばい、しかも、あー、おっそ、もうジジイだった反応が、最悪だマジで。これバルキリーが過ぎるぐらいのタイミングで、もうちょい待ちたいですね。バルキリーマジアちゃんの形を作りたいので、はいはいはい。で、吹き矢、後出し吹き矢かな、ワンチャン。でこのマジアちゃん延命しないとちょっとね、後から不利になっちゃうんで、トリトンで延命します。で、ここら辺はワンチャン打っとかな。打っただけ、勘弁してほしいんだけど。いやー、でもそれは手札回しで助かる。いや、ここで。待って、遅い遅い遅い。ね、遅いんだけど俺、マジ切れていいっすか？いや待ってさ、これさ、完封できるんですよね、ほんとは。てか、完封できるのが、バルキリーの強みなんですよね。なんですけど、この辺でちょっとね、許容して、もう、ケツペッカで形組んでいきます。やっぱ、ケツペッカが正義なんでね、このゲーム。このゲームではね、嘘ついたかも。このゲームは嘘、さすがに。よいしょ。よいしょ。よし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 。オッケーオッケー。いいよ。で、このロケット当たらない位置にマジアチャを。出してあげて、はい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 、いやーこれ無理だな、吹き矢出すもんな、でも吹き矢出しにくいな、これプリンスか、プリンスか、あと13秒ですか、やばい、これ普通にやばい、ワンチャンある、ワンチャンある。ちょ、次のマジアチャまで回れば。やばい、え？ロケットじゃないの？あー！ランプだよ、ランプだよ！ロケットじゃないの？なんで？ロケット？圏内じゃなかった、ワンチャン。圏内で雪玉だったもんな。うわ、最悪だ。てかさ、バルキリーのさ、もう寝てたんだけど反応が。ちょ、もう一戦いきますわ。ちょっと待って。ちょ、待って、下手すぎた今、さすがに。さすがに下手すぎたわ。待って、切れそうなんだけど、普通に。ちょ、待って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 、マジで。あの、ペッカがマジ沼だったな。ちょ、待って、恥ずかしい。恥ずかしい、あのペッカ。ふぅ、落ち着きましょう。一旦ね。一旦ちょっと調子こいちゃったみたいなとこあるんで。調子こきすぎちゃったんでね。
何あのペッカ、いやまあ今日マジで今日クラロワやってる人たちの中で一番下手なペッカだった、マジで。あれはもう本当に、マジか、あのペッカはやべえな普通に。ちょっとなえるんだけど、これ始まりペッカネクロがいない時の、おっつつつ、これスケ湧く前にと思ったんですけど、なあ多分一発目からネクロぶち抜いてくる。 OK、 9でこれコードつけちゃいます。あのもうね、多分ね相手エリ使いすぎて止まんないですね。でこれザップだけ構えてあげれば OK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 。 ふざけんなって、それはダメだって。一番ダメそれは。いや結構相手やりすぎたからな。ここだったら、本当だったらね、ゴースがバルギーペーンって出したいんですけど、まあ待ちましょうか。キョスケいなそうな顔してるんで、ライトニングキョスケって見たことないんで、ケツ取りかもします。でライトニングはまだ回っちゃいないと思うので、コインエレキで出していってえっやばっ、なるほど。でこれ相手が全然8枚ゴレってことは、まあ、あって2入りだから今4入りか5入りぐらい打てるとして、今ぐらいなんですよライトニングがね。でこれペッカエレキの形作れるんで、でこのポイズン打って、いやーでもな、これそうなんだよな。いやマジか、これ今何いる、現実出てないか、ベビドラぐらい、あーランバーか。こっちにずれそうなオーラあったので、アジャチャでぶち抜きます。よいしょ、延命してあげて、よいしょ、 OKOK、 ワンチャンこれ受けかな。はい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 。でペッカを出してあげて、ライトニングでしょ、ライトニングなので、はい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 、この辺防衛ポイズンだけですね、しっかり。でここでよいしょ、ノーダメキング起動、はい、よいしょ、あーえキングに打った、なるほどね、もう諦めまんね。さては、あ違う、コントロールが悪かったのかな。でこれペッカ受けないので、あーオッケーオッケー、もうゴレなかったらペッカ受けないんで、これ追加で終わりっすね。よいしょ、ゴレ間に合う、ワンチャン。これスケア出るタイミングでザップってあげて、オッケーオッケー、これ工場でいいかな。やべ、何も受けれてない。え、ちょ待って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 。工場で何も受けれてないんだけど。え、ちょ待って。ネクロ強くね。やばい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 。やばい、ワンチャンやばい、ワンチャンやばい。危なー。ちょ待って。俺何してんの？俺何してん？おお、それは助かる。それはこっち。オッケー。危ねー。マジで危ねー。はい、ってことでですね、あのボールブレイカー来ません全然来なかった、全然来なかったし、ネクロもなんなら全然来なかったですね。なんか普通のワンチャンマルチってそんな環境変わってないのかな。俺で変わってないってことは、多分この動画を見てくれてる人があんまり、そのね、多分ね、ネクロぐらいは増えてるかもしれないですけど、ワンチャンウォールブレイカーそんな増えてないのかな、もしかしたら。多分俺のね、この動画見てくれてる人って、俺よりね、トロフィーが1000ぐらい低い人だと思うんですよ、今。多分、今5000ぐらいの人だと思うので、ワンチャンそんな増えてないかもしれないですね。はい。ということで、今日もね、やってって、ちょっと長めになっちゃったですね、今日は。ということでね、今日も安定のこの時間になっちゃって、ちょっとだけ申し訳ないんですけど、ちょっとだけね。なんですけどね、まあちょっと、よろしくください。毎日、こんくらいの時間にね、ちょっと動画を上げようと思うんで、もし見れるよっていう余裕のある人はね、ぜひ毎日見てくれたら嬉しいです。ということでね、今毎日投稿ね、結構頑張ってやっておりますので、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバイ。